まあ、まず最初にああがんになっちゃったって思ったのと、うん、なんで自分なのかなっていうのと、でいろいろまあネットとかで調べて、自分のなったがんが結構予後の悪いがんで、であんまりええこと書いてないんですね。うん、ものすごく死を身近に感じて、あの妻と子供2人いるんですけれども、もし今はね、あのいい先生に出会えてちゃんと治してもらえたのでなんです。その当時がんだって告知を受けた時は、じゃあ家族が困らないように、あの自分が亡くなってもね、どこに何があるかとか、あのお金がどういうふうにしてほしいとかっていうのを整理して、で子供にあの全部まとめて伝えて、で何かあったらそれであの処置してねっていうのをお願いしました。なる前って自分がまず死っていうものに対してそれは全然意識もしないし、日々の日常は変わらないし、会社行って仕事して、で、まあ、休みの日好きなことしてっていうことがずっと続くもんだと無意識的に思ってて、なった後はあと何年生きれるかわからないんで、このままなる前のような生活してるのはもったいないなと思って、で なんかチャレンジできるようなことがあれば積極的に、チャレンジしたいなっていうふうに変わりましたね。あとはまあやっぱり妻とか両親とかをもともと大事にせなあかんなっていうのはずっと思い続けてて、それもなる前はそんなに強くは思わないっていうなって、自分がどこまで生きれるのかようわからんなと思った時には、まあ自分のことはもうよくて、あの今まで支えてくれた人に対してもっと優しくてしなあかんとかっていうふうに気持ちは変わっていってっていう感じですね。今まだ抗がん剤は終わったんですけれども、味覚障害がずっと残ってて、味がよくわからないというかまずいんです、何食べても。なんで徐々にやっと抜けてきたかなとは思うんですけども、まああと半年1年ぐらいでは治るだろうと先生に言われてるんで、まあとにかく美味しいもの食べたいなということ、それから来年は嫁さんとで、まあ、東京にいてる子供らたちとハワイ行こうと、うん、来年の今頃で子供らも行こうって言ってくれてるんで、それがものすごく励みになってて、で世界遺産も勉強したのでいろいろね行きたいとこ増えますよね。フランス行きたいなとかイタリア行きたいなとかっていう、なんかそんな海外行ってみたいなっていうのがめっちゃいいですね。ありますね。ありがとうございます。受け入れて自分がじゃあこれからどういうふうに生きていくべきかっていうのを直後はよく考えましたね。それはここの先生のいろいろな助言もあって、比較的前向きにいけたと思います。あんまり死ぬっていう恐怖はずっと感じてたんですけれども、かといって暗くなったりとかしなかったので、受け入れてじゃあ自分何できるんだろうかっていう風な気持ちに自分自身は変わっていくことができて。